昨日夜、静岡市青井区で起きた火事は、2階建ての店舗兼住宅2棟を全焼するなどして、およそ7時間後に消し止められました。昨日午後6時半ごろ、静岡市青井区天間町の店舗兼住宅から火の手が上がりました。消防などによりますと、火は木造2階建ての店舗兼住宅2棟を全焼したほか、 隣接する3階建ての建物も焼いて、7時間余りで消し止められましたこの火事で男性2人が煙を吸うなどして病院へ搬送されましたが、怪我はありませんでした警察は1階が居酒屋で2階が住居となっている建物の2階部分が火元とみて、火が出た詳しい原因を調べています